き、ジュノは2024年1月13日と14日の2日間、ソウル松博サンスチ室内体育館で2024ジュノコンサートまた会う日を開催する。7月に韓国で開催されるまた会う日は、2023年7月と8月に開催された日本ソロアリーナツアー LEE ジュンホアレナトゥーイラ2023また会える日は延長で3月に開催される2019年、BPM ジュンホ S オフェンスライン O コンサートジュンホ THEBESTINSEOUL は、ジュノザベストインソウル以来、約5年ぶりに開催される国内単独コンサートで、国内外のファンの期待が高まっている。今回の公演に向けて、12月18日のジュノ個人公式ファンクラブに続き、19日には、ホットテスト大区会先行販売が行われた。2日間の先行販売期間中、両公演とも全席完売となり、ジュノのソロコンサートに対する熱い熱気が伝わってきた。この勢いを引き継ぎ、20日午後8時に一般予約が開始される。ジュノは12月14日にフィリピンのフィリピンアリーナで開催された2023アジアアーティストアワーディ BUGSUSPNDINPHEPHILIPPINS デグランプリを受賞し、名実ともにトレンドとしての存在感をアピールした。その結果、2022AAA と2023AAA で俳優部門最高栄誉トロフィーの受賞者に選ばれ、2年連続で大賞を受賞するという快挙を果たした。また、ファンの投票で直接選ばれる AAA 人気賞、AAA ホットトレンド賞など3部門を受賞するなど、絶大な人気を誇った。世界中で愛されるジュノは、俳優兼歌手として一石二鳥に成功した。物語の展開に合わせて、幅広い演技スペクトルを見せ、ネットフリックスのグローバルトップ10にランクインした。同サイドのテレビ部門で3度1位を獲得し、2年連続興行成績を収めるなど、信頼できる豪華俳優としての地位を誇っている。2023年、変幻自在のパフォーマンスを披露するジュノは、全方位的なエネルギーを集中させた単独コンサート、2024ジュノコンサート、また会う日を通じて、2024年を大きく開け、勢いを加速させる予定だ。